大城博満の俺流チャンネル。朝何時に起きてどういう流れっていうのは、まあ、ルーチンっていうのは決まってたんですか？うん、大体昼過ぎに起きてそれで球場行くっていう行動パターンっていうのは決まってた。俺流チャンネル。プロ野球の監督、一番大事なことって何ですか？勝つことだよ。勝つことが仕事ってこと。そう、勝つことが仕事、優勝することが仕事。それ以外になんか他にどんなお仕事が監督時代はありましたか？いや、現場監督だからいろんな仕事はあるよ。で、監督が言わなければ選手はっていうかコーチも動かないし、でそれが言わなくてもできるようになるまでには相当時間はかかるけどね。当時そのグラウンド外のお仕事もかなりあったんですか？グラウンド外の仕事はほとんどしてない。グラウンドの中だけ、中日ドラゴンズっていうチームのことだけ、他のことは一切しなくてもいいっていう、そういう約束事でユニフォーム着たわけだから、愛想のない監督って言われてもしょうがねえな。それが仕事じゃないから、要は優勝するために監督になったっていう、その一文が契約書の中に入ってるっていうことだから、勝つことだけに集中してやったっていうだけのことですよ。俺流チャンネル。勝つことに対して監督ご自身一番こう気にされてやられた行動ってあるんですか？環境整備だね。要するにやったらやっただけの評価が得られるっていう、風通しを良くしたっていうことかな。風通しというのはどういう部分の風通しなんですか？いろんな不穏な動きっていうのはあるだろうし、それを一切なくすっていうことがね、やればやっただけの評価を受けるっていうようなことで、好き嫌いをなくするっていうことだね。当時監督コーチと選手あまりこう交わらないというかですね。ああ、それは一切一緒に飯は食うなって言ったよ。コーチは選手と一緒に飯を食っちゃいけないっていうことは言ったよ。それはどういう理由があるんですか？派閥作っちゃう。 A と B っていう選手がいてね、A が80の力を持ってる、 B は60の力しかない。でもその B がそのコーチに好かれてると、いやこっち使いましょうとかっていうことが起きちゃうと戦いで困っちゃうんでね。だからそういうことは一切なくするために、選手と一緒に飯を食うな、どうやっても食わなきゃいけない場合は監督の了承を得てそれで食いに行けとは言ってあるけどね。現役選手の年の現役時代にやっぱそういうことってあったんですか？俺は監督とコーチとよく一緒に飯食ってたけどね。それがまたなんで監督になられたらそういう。いや、それは俺は主力だったからいいよ。で、あそこの場面はこうだよな、ああだよなって野球の話をずっとしてるわけだから、それは後々いい勉強にはなってるけどね。時代が変わったってことなのかな。俺流チャンネル。遠征先とかでですね、選手と食事されることもなかったんですか？いや、俺はあるよ。選手聞きに来るから、ホテルの宴会場で飯を食う分には選手とコーチが一緒になったって別に構わないけども、外に食いに連れ出すなっていう意味合いのことだよ。だって俺が飯食って、俺一番最後に飯食いに行くけども、わざわざ待ってる選手いたからね。だから上手くなりたい一心だったんだろうと思うけどね。監督に好かれるようなと思ってないよ。待ってた選手が来られるのか、監督がそれを察知して声をかけられるんですか？
いや向こうからあの一緒に食べていいですかって来るからいいよっていうだけのことで。そういう時ってかなり時間長いこと話したりとかされるんですか。ああ結構長い時間になっちゃうな。腹割って話すじゃないですけどもかなり深い話されるんですか。まあ、技術的なことばっかりだよ。どうやったら上手くなるとかね、どうやったら試合に使えるような選手になるとかっていう、まあ、そういう話をしてやって、そうすると頭すっきりして帰って寝て次の日に試合に出てくるっていうような感じじゃないのかな。逆に監督が呼びつけたって選手いるんですか。いたかな、まあ、大概喋るとそれはグラウンドで喋ってるけどね。監督時代の朝何時に起きてどういう流れっていうのは、まあ、ルーティンっていうのは決まってたんですか。ああ大体昼過ぎに起きてそれで球場行くっていう行動パターンっていうのは決まってた。ナイターが何時に終わっても大体この時間に狙えるってのもあったんですか。1時間以内でくらいには家に帰ってたかな。そこから何かデータを調べたりとか何かされることはあるんですか。それはしない、うん、で一切家の方ご自宅ではそういう野球の資料を見られたりすることはほぼない。ああほとんどない。俺流チャンネル。まず球場に入られてからすることって何だったんですか。着替えて練習見るだけだよ。そうスコアラーからなんかこう情報を得られたりとかないんですか。いやそれは資料持ってくるけど資料はほとんど見たことない。資料で野球やったらちょっと違う野球になったかも分かんないな。その日の状態を見てなんかすごい分かるものってあるんですか。ああ顔色見ればすぐ分かるよ。いい状態で来てるか悪い状態で来てるかっていうのは。だから俺が分かるんだから選手も俺の顔色見て体調がいい悪いっていうのは分かるんじゃないのかな。今日は怒ってるとか何怒ってんだろうとか考えたりね。俺流チャンネル。監督されてる中で対戦相手とかで、あこの采配やられたっていうのってありましたか。いやそれはほとんど覚えてないんだ。なんでこんなところで動くんだろうとかっていうことはあるんだろうけども、この采配は素晴らしいなっていうのは現役自体感じたことはなかったね。で俺自身もこの采配はいいって考えたことなかったから、そういうのとは別次元の話だと思うよ。監督に必要な質っていう部分ではどういうものが一番監督的には大事だと思われますか。勝つことに執念を燃やす監督っていうのは一番いい監督じゃないのかな。そのために指揮官になるわけだから、負けていいっていう監督だったらやらない方がいいと思う。どんだけ戦力がなくてもね。俺流チャンネル。現役時代5人の監督さんですかね、下で使われたのは。山内さん、山本和義さん、星野さん、高木さん、長嶋さん、上田さんか、6人だね。すごい思い出ってありますか、誰かに。ああ、やっぱり稲尾さんじゃないのかな。野球自由にやらせてくれたしね。落合博満っていう野球人をの生まれたきっかけでもあるんですかね。まあ人それぞれ役割分担というのがあってね、山内さんにはバッティングのことを教わったし、それが理解するまでには5年くらいかかってるけどね。で山本和義さんはなんていうのかな、熱い人だったけどね。星野さんはあの通りの人だよで高木さんはむっつりっていうあまりものを喋らないっていう。山内さん、山本和志さん、伊能さん、千さん、高木さん、長嶋さん、7人だ。最後は上田さんでよろしいですか。うん、上田さんはあの通りの人でね、こうやって指を立てて喋る人だったよ実はこうなんだよ、なんだよっていうこうじゃないんだよ、中指なんだよ。でも野球を教わったのは山内さんと伊能さんからだけだと思うよ。あと他の監督からは野球を教わったっていうことはないと思う。
お二人から学んだことで実際監督になられて、あ、こういう部分は真似したってあるんですか？いや、真似はしてない。もう勝つことに執念を燃やしてたから。だからそうやって考えりゃ皆さん諦めが早かったね。最後まで優勝決まるまで勝ちにこだわったっていう監督はそうは見えなかったな。だからそこが一番違うところじゃないのかな。俺流チャンネル。すっごい失礼な質問になるかもしれないんですけども、やっぱりシーズン中にやっぱりどっかで捨てゲームっていうのはあるんですか？ある。7点8点10点取られても完投させなきゃいけないっていう時は完投させるし、なんでここでピンチヒッターじゃないんだよって周りは思うだろうけどね、それは台所事情があってそうせざるを得ないっていう試合もあるし、これどうやっても今日は負けだろうなっていうピッチャーがいなくてね、でお客さんには失礼だ、野球の運びはするけども、だからまあそういう負けだろうなって覚悟して勝ったら倍も3倍も嬉しいっていうのはあるよね。そんな試合で覚えてられる試合ってありますか？負けゲームの方が覚えてるね、うん、10点ぐらい取られて何度完投するんだよとかね。だからそれはお客さんは分かんないから、台所事情っていうのはね、なんだ今日は捨てゲームかよって思われがちなゲームっていうのもあるし、ただ一番腹立つのはよそのチームにボコボコ打たれてなんでうちのチームだけゼロで抑えるんだよっていう、そのゲーム展開だけは一番なんでだろうと思ったけどね。だから中日の野球っていうのは全て接戦にしちゃうんだよ。どんなエース級来ても一方的な勝ち方っていうのはなかなかできなくてね、それがよそのチームとの違いだったわ。ここにすっごい嬉しかったゲーム、悔しいゲームとかってありますか？悔しいゲームは8年間で1000試合くらいやっててなかなか思いつかねえな。負けた試合はもうやっぱり全部が悔しいって感じですか？いや、なんで負けたんだろうと思うよ。だから負けるっていうのは監督の采配が悪いから負けるんであってね、選手はそこで一生懸命やってくれるから選手は怒ったことはないしね。だってそこで結果で出せない選手を使った監督が悪い。もっと他に選択肢があったのかも分かんないけども、嬉しかった試合は優勝が決まった試合だけじゃないのかな。監督ご自身の最高年俸っておいくらになったんですか？秘密ですしかもそれは現役時代を超えたってことはありますか？いや、超えてない。だって契約書にそうやって書いてあるんだから俺が年俸をよこせって言ったわけじゃないんだ。金額的には言っちゃいけない金額なんだろうと思うよ。